かなりのチャージの比較ですね。シートは50、実際に乗って気になるウォークスルーが、座面と座面の間が22センチ、座った感じは特にサイズ感の違いというのは中型ともそんなに感じないところですね。あります。このピラーとピラーの間のところがちょうど150あります。このトリムの間と間の幅が142、大体142です。でこの辺もミラーがなくなってます。ここ色が変わってるというぐらいですね、はい、でここのターンテーブル、このセンターテーブルが今回廃止になっているということになります。完全に下げた状態で、またアルファードの方がちょっと広いかもしれないですね。865ありますけど、でこのテーブルのサイズが42センチ、このレールの幅が30センチ。でリップのシートの幅が50センチなので、レインボード変わらない。3列目完全に下げていく状態です。で、ウォークスルーが、18センチ。はい。これ今こっちに寄せた状態ですかね、完全に。あ、大体18センチぐらいあります。はい。で、このスライドドアの開口部が83。で、三匹目と。46、この幅が41。シート自体は少し柔らかくなってるかもしれない。大体50。シートのサイズって変わってないのかな。これって、このフロントドアの開口部が大体82センチ。この辺が少しパネルの作りになって、ここだと10センチ、163。165ぐらい。39。29。大体50。これは入らない。
123、127。だいたい120センチぐらい。深海。今回茨城のひたちなかで行われました先行展示会行ってきたんですけれども、まあ、その時に車のサイズ測定をしに行ったんですが、その模様についてまずご紹介をしました。今回車の寸法を測ってみて、まず分かったことについて私の見解をお伝えしていこうと思います。まず3つ旧型に対してサイズが違ったところが今回ありました。1つ目は A ピラーの幅、2つ目が床幅で、3つ目がリハッチの開口部の高さ、この3つが大きく異なっていました。 A ピラーの幅に関してなんですけれど、新型に関しては150センチあります。で、旧型に対して約9センチ広がっているということから、フロントガラス自体もかなり新型になって起きていますし、三角窓も形状が全く違ったものになっている。かつドア自体も形状が異なっているということもあるんで、車内の空間自体も少し広く感じるというのは、この A ピラーの幅が広がったことによる影響というのもあるんではないかと思います。で、2つ目、2列目の床幅がプラス5センチ上がっていると、プラス5センチ拡大されているということがあります。で、これに関しては車の全幅自体が旧型の1695に対して今回1750になっていて、その差が55ミリあります。 5.5 センチで、私が床幅を測ったところだいたい5センチぐらいあったので、主には車内の床幅が広がったということによって車の全幅というのが55ミリ伸びたというのが言えるのではないかなと思います。なのでここはもう確実に車内が広くなっているということが、まあ、言えるポイントになってくるかと思います。で、3つ目、リアハッチの開口部の高さが今回少し低くなっています。で、車の前高に関しては1840で変わらないんですけれども、開口部自体が低くなっているというのは、リアのハッチが旧型に比べると新型が少し短くなっているというのがあります。下のストライカーの部分の取り付け部を見ていただくと分かるんですが、かなり仕様が変わっています。旧型は下まで、より下にストライカーがついてたんですけど、今回の新型に関しては少し上に上がっていました。それがだいたい13センチぐらい上に上がったところにストライカーがついていて、ということでこのリハッチの開口部自体が少し高さが低くなっている、開口部自体が少し狭くなったというのがあります。まあ、ここが大きく旧型に対して新型、大きく寸法が変わったところになります。で、ここから言えることなんですけれども、車がまず車内広くなったのかどうかで、広くなったのかどうかということで言うと、旧型に対しては床幅が広くなったと、まあ、いうこともありますので、2列目に関しては確実に広くなったということが言えると思います。ただ1列目それから3列目に関してなんですけれども、1列目に関してはトリムとトリムの幅が旧型と変わらない寸法になっていますし、リアに関しても3列目のシート自体が全く寸法が同じですし、荷室に関しても3列目のシートが収まる、収納される部分に関しても寸法が全く同じだったということもありますんで、前席と後席に関してはおそらく旧型と変わらない、広さとしては変わらなくなっているんではないかと思います。で、車自体は今回大きくなったということがあるわけなんですけれども、全長に関してはエアロによる影響で
変わったと。旧型のスパートとの比較でっていうと、まあ、70ミリ、7センチほどしか変わっていない。7センチというのが大きいのか小さいのかっていうところはあるとは思うんですけれども、7センチ程度の拡大ということを考えると、車そのものが大きくなったというよりはフロントバンパーやリアバンパーの、まあ、仕様の違いによって変わった程度というふうにも見て取れるのではないかと思います。それから幅に関してはやはり車内が広くなったことによって車自体が大きくなったということがありますので、ここに関しては、まあ、大きくなった意味というのが今回あるのではないかなということが私自身思ったところになります。旧型に対して新型のステッパーゴンは車内が広くなったのかどうかについてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品レビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけると幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。